ベルレンガ群島は、北、大西洋のイベリア半島沖合にある群島。ベルレンガグランデ島とその周囲の小島からなる。ポルトガル本土から10の 15km 沖合にあり、ポルトガルのセントロ地方、レイリア県、ペニシェに属する。イギリスの船員には、伝統的に、バーリング群島として知られていた。人口約30人。ベルレンガ群島の地図ベルレンガ群島は、 ベルレンがグランデ島に加えて、北東に約1キロメートル離れたベイリアオヤマ、北西に約2キロメートル離れたエステラス群島、北北西に約1 2トル離れたファリリョンエス・フォルカドス群島からなる。エステラス群島には、エステラ島、エドラニョン島、メダス島があり、ファリリョンエス・フォルカドス群島には、ファリリョンエス・グランデ島とファリリオンダ・コバ島がある。 ベルレンガ群島の主島である、ベルレンガグランデ島は幅1500メートル、長さ800メートルで、最高地点は標高75メートルである。いくつかのビーチや洞窟があり、とても澄んだ海中にはバリアリーフが形成され、鮮やかな海洋生物が生息している。夏季には島内が様々な花で満たされる。ベルレンガグランデ島の南部、最も、 ポルトガル本土に近い場所には17世紀に築かれたサンジョアンバプティスタダスベルレンガス要塞があり、また島の中央部には1841年に建設された灯台がある。今日ではこの要塞が部分的にレストハウスに転換されている。群島はその固有の動物賞が評価されている。ベルレンガス自然保護区に指定されており、ユネスコの世界生物圏保護区ネットワークに 含まれている。ベルランガグランデ島にあるペスカドーレス地区が群島唯一の集落であり、約30人の人口を持つ。夏季には科学者や観光客が島を訪れる。エステラス群島とファリデオニエスフォルカドス群島は無人島の小島であり、建物などは存在しない代わりに、海鳥や多様な生態系の存在で知られている。ベーリャ大山は旧島とも呼ばれ、 かつてベルレンガグランデ島の一部が分離して形成された小島である。歴史的には、流形地だったサンジョアンバプティスタ、要塞ベルレンガ群島への人類の痕跡は古代に遡り、歴史を通じてベルレンガグランデ島にのみ居住者がいた。古代ローマのクラウディオス・プトレマイオスは、地理士でベルレンガ群島をラムダ・ニューデルタ・ベータローとして言及している。 古代ローマの別の地理学者はベルレンガ群島をセターノとして言及した。イスラーム教徒、バイキング、イングランドやフランスからの海賊などもベルレンガ群島に現れた。航海の支援や頻繁に起こるナンパ戦の犠牲者の支援を行うために、1513年にはジョアン二世王妃、レオノールの援助を受けてサンジェロニモ修道会の修道士が ベルレンガグランデ島に集落を建設した。島内には、ベルレンガミセリコロディア修道会が設立されたが、病気の蔓延、普遍の悪天候による通信手段の欠如や、イングランドやフランスから工場的にやってくる海賊や、私略船などの影響で、16世紀中には活動の放棄を余儀なくされた。マヌエル一世が、 ベルランガグランデ島への要塞の建設を命じたのは1502年のことであるが、16世紀後半に在位したセバスティアン一世はマネル一世への命令を訂正している。17世紀中頃に起こったポルトガル王政、復古戦争後、ジョアン四世の知世にペナギオン・ハク・ジョアン・ロドリゲスで佐が軍事技師に同行してベルレンガグランデ島に滞在すると彼は1651年に 要塞の建設計画を練った。戦争評議会は沿岸集落の防衛に役立つよう、1651年に修道院の廃墟の解体と解体後の素材を使用した沿岸防衛設備の建設を命じた。1666年までには、義手のマテウス・ド・コートの監督下で要塞の建設が着工したが、同年のベルレンガの戦いでは15隻5 0 0人からなる。 スペイン艦隊の攻撃を要塞の中の28人で防ぎ切った。アホンソロクセイは被害に遭った要塞の修復を命じ、1678年にはマルケス・ダ・フロンテイラ将軍の指揮下でサンジョアン・バプティスタ・ダス・ベルレンガス要塞が完成した。しかし、要塞の建設中には北アフリカからやってきたバルバリア海賊の攻撃にもあっている。 沖合から見たサンジョアン・バプティスタ要塞19世紀にフランス軍がイベリア半島を侵略した半島戦争中にはイギリス軍の駐屯地が置かれたが後にはフランス軍が要塞を荒らした1821年にはジョアン・ロクセリが要塞の改築を命じ要塞に礼拝堂が付け加えられたがフランス軍の襲撃で全勝した 1820年代後半から1830年代前半のポルトガル内戦中には、ミゲル派が占領していたペニチェ要塞を攻撃するために、ペドロ4世王軍の前哨基地として使用された。14年後には、軍事設備が取り除かれ、要塞としての地位が徐々に衰退していった。1953年には、要塞が修復、再建され、 ボーサーダとしての設備の追加が試みられた。1981年以降には建物の修復が行われ、要塞機能が強化されて訪問者にとって安全な場所となった。下記には要塞が公衆に開かれており、ガイドによる案内が行われる。ベルレンガ公尺という通称を持つ高さ29メートルのベルレンガ群島灯台は1841年に建設された。 20世紀後半には太陽電池パネルが設置され 50km 先までの範囲に光を供給している。1974年のカーネーション革命前にはベルレンガ群島の王様になると決めた人物を主人公としたオーレイガズ・バーレンガースというコメディ映画が制作された。この映画が理由でベルレンガ群島に近いポルトガル本土の町の住民や観光客などが冗談交じりに ポルトガルからのベルレンガ群島の独立を主張し、自らがベルレンガ群島の王、王妃、住民であると主張することがある。ユネスコの自然科学セクターである人間と生物圏計画は2011年にドレスデンで開催された会議でユネスコエコパークにベルレンガ群島を選出した。ありがとうございます。